ペリ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 、真ん中には入ってるね。はい、こんにちは、シャラスポーツです。皆さんお元気ですか？グリス続き、それもスラッガーさん続きですけど、久保田さんね、今日はこのポケットの状態とグリスの感じ、外から皆さん見れないので、このグラブだったらどれぐらいグリスが入っててどうなってるのかなっていうところを中心にお話ししたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ途中まで開けてますけど、開けてみますね。そうだそうだ、先見とかないと。今こんな状態ですね。これでグリスどうなってるのかなっていうことですけど、こういう感じ。はい、まあ、メーカーにもよるんだけどね、とか、まあ、あの品番作ってる工場にもよると思うんだけど、グリスの入れ具合、あんまり入れると穴から出てくるし、かといってないとスカスカでちょっとねっていう話だし、何があの最適っていうところなんだけど、まあ、うちは入れ直しばっかりだから、お客さんに聞いてどれぐらいってねやってますけどね。よいしょ。はい、じゃあ見てみましょう。こっち向ける？あ、電話かかってきちゃった。はい、じゃあ開けてみましょう。ピリ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 、真ん中には入ってるね。よいしょ。にと指の下もこの辺が入ってるな。はい、開きました。このグラブの場合は、この指の付け根から小指の下あたり、それからポケットの真ん中あたりは入ってるけど、こっちの、手前と親指の付け根のところがもうこれスカスカになってますね。これだと一回掃除して、もう一回ね、指の奥まで、それからこの手前もグリスを入れ直します。これは外野手用とお聞きしてたかな。はい、まだあります。今これこんな状態。これは内野手だね。で、これも開けてみましょう。ペリ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 、これもっと少ないですね。はい、真ん中ぐらいにあのちょこっと残ってるだけなんで、このね、手前のところとか親指の付け根のところがないね。これでいいのかな。まあ、うちではもうちょっとね入れるようにしてますけど、じゃあ順番に入れますんで、入れるところはもうここ最近お見せしてますんで、入れた後またねお話しします。はい、後で叩いて伸ばすんだけど、伸ばしやすいようにこう均等にね入れます。でまた後でね叩きますけど、じゃあ次のグラブいきますね。よいしょ。こっちの方ね、内野手の方ね、はい、やっていきます。はい、こちらもこんな感じです。普通ぐらいですね。
ちょっと冷めてきたんで色が白く見えますけど、そんなにたくさん入れてないです。はい、それではこれらを、伸ばしていきますね。こんな感じで仕上がりました。今回のポイントはこちら、久保田さんのグラブですので、どちらかというとこう当て取りを意識した構造なんですけど、このお客様はフィンガーシフトで使いたいというのが一つご希望。それからもう一つは、しっかりつかめるところを作ってほしいということで、そういったちょっと、久保田さんにしっかりつかむっていうね、難しい課題をいただいたんですけど、なんとか、はい、受給面もこんな感じでね、できております。こちらが内野手用、外野手用ですね。まあ、外野手用は当て取りってことはないんですけど、こちらもフィンガーシフトでご使用ということで、ちょっとこういう風にね、取りたい。はい、という感じでございます。まあ、個々にお客様ね、好きなグラブ形とか革とかね、その上手入れ、それからつかみの違いっていうのがありますので、それをお聞きして 100% っていうのは厳しいんですけど、お客様の要望になるべく応えるように、修理をする次第でございます。うん、難しいですよ。またのご来店お待ちしております。それでは皆さん、さようなら。